ありがとうございました。じゃあ続いてご質問をお願いいたします。僕は74歳の年寄りです。で、今ね忘れてもたけど、ちょっとこう言ってるからね、どうぞ。もしあれだったら順番書いてもらって、言います。中盤、年寄りをね、一番言いたいのは年寄りをあんまりいじめないでほしいって言うんです。今あるのはね、年寄りは頑張ってきたからあるんちゃうかな思うんです。それをね、中盤市長がね、せっかく年寄りは頑張ってきたから言って地下鉄をね、市バスをタダにしたやつはね、お宅は3000円取り、そしてね今年から50円取ります。おそらく来年、聞いた時は来年のことはわからないって言うと思うんです。いや、そのままです。50円のまんまです。あ、50円のまんま、はい、それは間違いないですか、でもね、年寄りはものと怒ってるんですよ。じゃあ、お父さんね、はい、後ろちょっと振り向いてもらってもらえます。後ろ振り向いてもらっても、もらえます。いいですか、後ろ。ちょっと見てください。後ろの子供たち見てください。彼女らね、はい、彼女、今、中学生、高校生、ね、中学3年生、クーラー入ったでしょ。クーラー入って、どう夏。涼しい？勉強よくできる？あ、そうやね。寒い時はつけてくれへんけどもね。でもね、お父さんね、お父さんが1回3000円負担してくれたこと、50円負担してくれたことで、彼女らクーラーついて喜んでるんですよ。どうですかこれ、いいと思いません？で、で、お嬢ちゃんね、お嬢ちゃん、中学校の給食始まったんだけど、給食は取ってない。あ、じゃあ後で聞くね。それからね、お嬢ちゃん、ね、来年からね塾に通うときに、習い事に通うときに、1ヶ月に1万円補助出すんで、塾でも習い事でも大丈夫、どちらでも行っていい。それからもう一つ、来年の夏からね、一人一台、キーボードのついてないタブレット型パソコン、タブレット型パソコンを一人一台配って、デジタル教科書、お父さん後ろ見てください、この笑顔。デジタル教科書を使って勉強するけど、どう思う？それ。だからね、でもね、お父さんね、年寄りをね、いじめたらあかん。いじめではないんです。ものすごい、今怒っとるもん。でも敬老パスをね、敬老パスをやるのに、地下鉄とバスを完全にタダにするのにいくらお金がかかってるかご存知ですか？それもね、年金をね、下げられて、知ってるでしょ、年金今年か去年から金下げられて、安い年金を下げられてね、そして地下鉄を3000円取られ、また50円取られ。ただお父さん、地下鉄をね、はい、完全無料にしてるところなんてのは大阪市しかないんです。それは知ってます。で、90億円このお金かかってるんです。これから高齢者が増えます。そうするとこれ税金がどん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 増えてくる。さっき見せました、教育予算、現役世代の住民ってどうしよう。お父さんこれ見てください。これが大阪市のダメなとこだったんですよ。市議会議員の子ども教育予算は僕が市長になるまで67億円ですよ。ところが敬老パスの費用は90億円使ってる。これおかしくないですか？そして子どもたちが夏に暑いのにね、クーラーもつけられない教室で勉強してる。それから塾代助成もない、塾に家庭にお金のない家庭はね、子どもを塾にも通わせられない。とにかく教育にお金を全然当てなかった。ところが敬老パス90億円もお金使ってたんです。今回高齢者の皆さんには申し訳ないけれども、1年間3000円と1回50円のご負担をいただきますけれども、これでも全国でこんなことやってるところは大阪市だけです。だってお父さん、子供さんもね、地下鉄の乗るのに半額料金なんですよ。半額料金なんですよ。だからそれはね、半額料金子供でも払ってるんで、せめて50円ぐらいはねご負担いただきたいと思うんですね。ではね、今あるのは年いった、僕らは頑張ってきたからね、あるんですよ。それをね、中馬市長はね、泣いてますよ。せっかく頑張って、中馬市長が頑張って、ただしてくれたやつをね、お宅は3000円取り。だからまあ、そのようにね、全部ただにしてくれっていう人は、共産党を応援して、敵もしない話ばっかりやるような共産党で応援してくれたらいいんですよ。やっぱり僕らの考え方はね、借金はね、どんどん下ろしていく。借金はね、減らしていく。その代わり未来のね、大阪、未来の日本を背負ってね、
頑張ってもらうこの子供たちにね、やっぱり今まで大阪市はお金を使わなさすぎた。ここにお金を回してくる。そしてさらに大阪市っていうのはね、無駄なことばっかりをやってきた。何千億円という借金を積み重ねてきたんだから、やっぱり皆さん市民一人一人の皆さんにね、ある程度の負担はしてもらわなきゃいけません。何千億円もの借金を積み重ねてきたのはね、自民党、民主党、公明党、共産党なんです。この借金をね、子供たちや孫たちに全部負わせるわけにはいかない。だからみんなで少しずつ負担をして、そしてなんとかね、子供たちの方に予算を回していこう。これが維新の会の考え方ですから、どうか皆さん敬老パスをね、今までと同じように完全無料にしてくれという人はもう共産党を応援してください。もう維新の会を応援してもらわなくて結構です。よろしくお願いします。あとすいません、最後のご質問者、この子たちです。はい、よろしくお願いします。